簡単に言えばあの福祉ね、まあ、卸売りようになるでしょうね。医療機器から福祉関係の電波やね、24時間風呂とか特浴とか備品はもういろんなの入れてるんです。まあ大手は別やけど、小さなとこはそんなになってないと思いますけどね。ちょっと古いからね、今のところはね、ファックスで全部やれるからね。押し入れと売上とそれから請求書ですよね。60、70ぐらいあったと思います。まず最初にこちらで請求書を起こして、向こうの方は施設だから本部に出す請求書の日程が決まってるから3日か4日ぐらいに到着してくれとか言われるので、無理な時があるんですよね。間に土日が入ったり。だからそんな時のためにも請求書を全部1回ファックスで送ってました。だから大変ですよね。そして封筒に入れて案内状をつけて、で切ってもこの頃やっとシール型に変わって、前はもう水つけてべちゃべちゃになりながらやって、結構大変でしたよね。だからやっぱり間違えることもあるんですよね、たまには。請求書、月末の1週間ぐらいはやっぱりかかりますよね。経理やってたらそんなもんかなとか、改善って言われてもこれ以上改善ないよねっていう、もう郵便で送るっていうのが当たり前っていう感じで、紙保存のためには絶対コピーをしなきゃいけなかったからですね。そのコピーも取るのも結構大変なんですよね。コピー取って、そして閉じてました。だから本当に紙が多いんですよね。そして紙ってなくしやすいんですよね、かさばって、はい、なんかいつも探してるっていう感じですよね。保管場所もね、そういう紙で閉じたものをここに保存しとくっていうのがちょっと限界になってきてたんですよね。こういうのありますって伊藤さんから紹介されて、まだちょっと期間がねありましたけど、でもまあギリギリでするよりもちょうどうちが12月決算だったのね、切り替えやすいなと思って。郵便局のその本局の時間を気にしなくていいっていうのと、それからいつでもクリックできるっていうのね、そうですね、日数的にはやっぱり半分になったっていうことですよね。封筒に入れるって結構な作業で、だからそんなこんなが結構全部なくなったっていうことですよね。まず切手がなくなりますよね。そして封筒がいらないですよね。結局それって大きいですよね。保存もだいたい2回ぐらいのクリックでちゃんと保存できますから、紙保存のためには絶対コピーをしなきゃいけなかったからですね。それがクリック2回ですから、やっぱり全然違いますよね。請求書だから今クラウドの中に残っているからですね、誰でも見やすいっていうことですよね。それはもちろんその紙で見るということはもちろんできるんですけど、ちょっと面倒くさいじゃないですか。でもお客さんから問い合わせとかあった時に安岡さんとか私でも見れるから、そこですぐお客さんに返事はできますよね。やっぱ楽は楽よね、あれね。うちもこんな上の請求書を出しよったんですよ。施設がやっぱ60箇所とかあるからね、それに封筒一個やりよってからね、大変ですよこれ。それは今もうねないからね、ものすごく便利がいいよね、要するにもううちはね、もう全てをもう利口さんに任せとる、何もかも、まあ、利口さんに任せときゃね、全てしてくれるけどね、何かの時はすぐ飛んできてくれるからね、それがいいよね。だからその点はね、用意してくれますよ、安心して任せられるよね。